今回実況5回目5月の16日の試合から始めていきましょう。現在の筒香の成績はこんな感じ。打率は2割5分9厘でホームランもう15本も打ててるというね。で、打点35打点ということになってますね。ほんで現在6試合連続ホームラン中。もうめちゃくちゃ打ってるからね。止まりませんよ。今回もこの記録というのは伸ばしていきたいと思いますのでね。1戦目は広島戦になるわけですが、地方球場ですから非常にホームランが打ちやすい球場だ。ここでね、1本打って7試合連続。どこまで打つのかわかりませんけどね。とりあえずここはほんとホームラン出やすい球場ですから、7試合は行きましょう。7という数字は縁起がいいですからね。ラッキーセブンですから。そこからは考えるわ。8は別にいいかな。7で OK じゃないですか、ホームラン以外もちょっと打っていかないとね、打率がなかなか上がってるんだよな。2割5分9厘。まあ、この基本この辺だね。2割6分から2割5分をさまよってるとこなんで、もう少し上げたいわな。やっぱ率とそのホームランが両立できるバッターなのが筒香なんてね。今、筒香らしさっていうのはないよ。なんか助っ人外国人みたいになってるね。あらららららら ら, ら、どうだ、悩んだ、カモン、勝ちで、あー惜しい、くっそー、ここで1本欲しかったんだけど、ちょっといらない球打ちに行ったかな。おっ、得点圏じゃないですか。テンション上がる。やっぱチャンスで打たないとね。それもまだ 0-0 ですから、ここだね。おい、どうした、調子は絶好調。今ノリノリになってるからね。6試合連続で打ってんだから、それはノリノリにもなるわ。しかし打撃結果は全然ノリノリじゃない。カスカスじゃないですか。全く内容がないよこれ。どうだ、抜けない。オーマイガー、ちょっと待てよお前、ホームラン出ねえどころかヒットも出ねえ。やばい、6試合連続ホームランが今ストップする。連続ホームランがね、やばいやばい。1本打たして、ノーコン加藤来たよ。この加藤からホームラン打ってるからね。筒香は失投を待つ。来ねえな、頼む、失投来い。甘い、超甘い、ショートケーキのごとく甘い失投を。フォアボールなんていらねえんだ、打たせろっつってんだよ。あー、フォアボール。もう一回来ないか、もう来ないかな。まあもう来ないわな。4対2。残念、連続ホームラン、いきなりストップしたね。ヒットも止まったわ。はあ、いい打球はなかったね。あのショート抜けるかなってとこだけだね。まああれも抜けないでしょう。倉本があっちにいたら抜けたんだけどね、こっちにいますから。残念なことに広島で野球やればよかった。ノーノーノー、そんなこと言わないからね。筒香は横浜を優勝に導かせるため頑張ってるんだから。宮崎肉離れから復活だ。じゃあ戻ってきた宮崎はまたね、6番起用、サード固定でいきたいと思いますのでね。ここまで白崎をね、使ってきましたけど、まあ大して打ってなかったんで変えていいでしょう。さて、地方球場ではなく普通の、松田ズームズームスタジアム戻りましたね。一戦のみだったのか、なおさら打ちたかったな。ああいう時に限ってゴロ連発するんだから、わけわからんよね。外野飛ばせば一発いける可能性が十分にあったのに。でもチームは結果的に勝ったけど、勝利には貢献できてないからね。しっかりと貢献していかないとダメなんだけど、初球手出して凡退。一番やっちゃダメなやつだろこれ。ひどいね、やっちまったなお前。あれ前回打ったのがなんか嘘かのように今回打てなくなってんだけど、まだヒット出てないよ。せっかく今ノリノリに入ってるね、いい期間ですから、ここで量産しなくてどうする、ここで数字を爆上げしなくてどうするっちゅう話だよお前。ここで低迷したらあかんでお前。はい、どこまで飛んだこれ。観客気をつけろよ。153メートルもどんだけ飛ばすねんこの男。勝ち越しの超特大ホームランだね。まあこのように失投は逃さないバッターなのでね、しっかりと打ったよ。今飛びすぎだろそれにしてもよ。お前観客マジで危ねえわ。どこ直撃、うわバックスクリーン直撃だお前。壊すなよ電光掲示板をよ。相手ファンからしたら、相手のその、なんていうのかな、チーム関係者からしたら最悪でしょうね。電光掲示板を壊すやつ、修理に結構金いるのに、そこに金使いたいわけじゃないのね、相手も。かわいそうになってくるわ。いや、マジで飛ばし屋やね、この子。飛ばし屋トゥトゥ号だわ。マジでスタントンとトゥトゥ号の共演が見たいが、これはまた一旦ちゃいまっか。おーイエース、2打席連続だ。さっき打てなかった分取り戻してまーす。これで
皆さん対戦入ったね。大丈夫大丈夫。前回の都合はどうやら今回もいるらしい。打ちまくりだわお前。止まらないね。こうなるともう止まりませんから。やばい、55本圧倒的にいけると思ったら、おいおいおい、お前、梶谷、これまた怪我しやすい選手だからね。どうする、とりあえず荒波ダイソーでいこうか。そのまま守備にも入れましょう。何怪我してんだよ、お前。うわー、ダメだった、打てなかった。3打席連続はなしだね。てか、ホームラン以外にもちょっとヒット打ちたいんだけど。あ、延長入った？嘘だろ、延長入るか？これだけ打ったのに。あら、また初球打って凡退。勝てるかな、これ。どうだ。あー、もう一回来たね。おー、来た来た、勝ち越しのチャンスでね。ここだな。ここでこそ打たないと。あー、また打ち上げて。ちょっといいとこで打てないな。いや、いいとこで打てないな。そもそも打ってるからね、こっちは。打ってるけど、誰だ、クローザーが台無しにしたのか。誰だこれ、打たれたの。7回の3失点だね。おそらく先発ピッチャーが打たれたんじゃないかな。誰だ、久保か。いや、その後のパットンが打たれてるね。お前、これ中継ぎ1イニング限定で使うな、この起用法。まずいね。プロ、パープロには体力がちゃんとありますからね。まあ、プロスピにもあるけど、こうやると中継ぎマジで酷使で次の試合大変な目に遭うから。大炎上だよ。嘘やんけ、もう梶谷チームが大事な時期なのに。これはね、あまりファンに好かれない選手だね。ガムくちゃくちゃと噛む暇があるなら、その怪我しやすい体質直せや、いい加減に。あかんわ、大事な時期でね、離脱する選手は。お前これ代わりに誰あげるよ。関根でいいかな。まあ、これ、梶谷の穴を埋めるっていうのは、できねえぞ。2週間かかるからね、3週間か。その間、誰を使うんだ、これ、ここまで打ってた選手だからね。痛いな。荒波、荒波、まあ、荒波でいいんじゃねえかな。で、荒波2番。いや、桑原2番、荒波1番使ってみよう。で、ロペス3番で、エイリアン6番、こういう起用法になるかな。ダメだね。ああ、これでお前、トゥトゥ号も離脱したら本格的に横浜終わりよ。現在、なんとかリーグ3位をキープできてるが、ここからが地獄だね。ほんと、ちょっとまずいよ。いや、マジでね。ほんと今、超焦ってる状況ですから。トゥトゥ号が打てばいいだけじゃないのがこのシリーズですからね。ツツゴが打ってチームを勝たせる、それが目標なんだよ。の割にはチャンスで打ててね、チャンスでホームラン2本のみだからね。15本中2本っていうのはいくらなんでも少なすぎるね。17本中ね。ああ、打率も低いし。うっ、なんだお前、ホームランの時とちょっと凡退の時の差激しくね。これでホームラン量産するやつって凡退でもいい内容を残すよね。外野の真正面だけど強い野球を打つとか、内野の真正面だけど打つっていう、そんなんじゃないの。すげえ極端だわ、お前。ホームラン打つとき完璧、凡退のときクソじゃねえか。もう少しなんか内容を持たしてくれ、お前。あ、これが行くんだな、また。え、どう？落ちる？ファールかい？フェアじゃないし。えい、これは行ったんちゃいまっかー。もらったね、はい、スリーラン。またまた2試合連続です。ここはまた連続伸ばしていきましょう。先制のスリーランだね。打ち直した結果ホームラン打てたわ。先には届いてなかったでしょね。その上ファールだったけど、しっかりと打ち返したね。このまま今日は勝ちたい試合だが、まあ中継ぎのことを考えるとまだ信頼できた展開ではないな。打点も40打点だな、これ。お前、交流戦入る前に50打点。20本塁打、いけるね。交流戦まだあと、試合は、6試合くらいかな。また打ったよ、もう。なんなの、これ。なんか面白くなくなってきたな、これだけホームラン打てたらね。王貞治の55号、余裕でいけるぞ、お前。それどころか、バレンティンの記録更新可能だわ。70いくな。いっちゃおうか。今日全部筒香じゃねえか、得点ね。筒香いなければこのチーム勝ててねえぞ。フォアボールした方がいいと思うけどね、ランナーいない場面でも。打つからね。あ、よっしゃ、ヒット来たよ、これ。なんで俺ヒットでこんな喜んでるんだろう。いや、ここまで打ったアンダー全部ホームランだったからね。助かった。ツーベース、こうやってね、ヒットも打っていかないと打率も上がらないからね。
はい、チームは4-0。もう当然今日のヒーローは筒香でしょうね。この男以外いないでしょう。これだけの大活躍ですから、これだね。こういうバッティングを今後していきましょう。絶対にありますから、筒香しか打たない時っていうのがね、他が打たない時、そういう時に筒香が打つんだよ。さて、快進撃はまだまだ続けていくぜ。次は巨人3連戦になるね。そして今回の実況はこの交流戦前までの5月の28日の阪神戦までプレイしていきますのでね。まあ、交流戦がもうすぐ近くに迫ってるわけですから、まあ、そんなことよりも、まずは3試合続けてホームラン打つことだね。ハマスタ本拠地での戦いですから、ここでのホームランの打ち方はもう知っている。まあ、でもこれだけホームラン打てるとちょっと面白くなくなるもんだね。あ、なんだろう。だから嬉しいはずなのね。なんか飽きたわ。ホームラン打つことに飽きるっていうね。お、菅野来たよ。今季3試合目の対決になるね。過去2試合何もできずに、凡退してるわけだから。今、筒香が相当調子いいなら結果を残せるよ。ただ1打席目はレフトフライ、やべえな。対菅野に対する成績がちょっとやばいかもしれない。これちょっと成績見れないかな。あー、見れないね。ここではかなり抑えられてるからね。お、どうだ、捉えたか。あー、いってないか。これ菅野から初めて捉えた打球だよ。結果いってないけどね。チームは 1-0 で負けている。今菅野に完璧に抑えられてるね。なんとか勝ちに導かなければ。あー、手出しちまった。やっちまった。助かった、ボールだ。156、早いな。またボール手出してんじゃねえか。お前、これフォアボールあったぞ。おいし、我慢できた。うわー、曲がるなー。お前、ダルビッシュがよ、マジで。うわ、完封負け。お前、1安打完封負けだからね。あっぶねえ、ノーヒットノーランあったぞ、これ。誰だよ、1安打打ったの。ありがとう、お前。完璧に抑えられたね。ウィーランドごめん、お前、いいピッチングしたのによ。2-0 で負ける。あ、桑原が打ったんだ、ナイス。お前、うわ、これ完全試合もありえた試合だね。桑原ロペスいなかったらアウトだったよ。お前、助かったわ。んで、筒香は相変わらず打てず4-0、最後三振ね。あそこで、フォアボール選んで次に繋げるか、もしくは打つか、すれば、そうすればチームを勝ちに導けたのかもしれない。しかし、打てなかった現実だけが今あるからね。やっぱ、菅野むずいわ。あ、めっちゃむずいわ、ほんと。ゲームでも打てねえ。くっそ、絶対打ってやる、今後の対決で。バカ野郎、やられたまんまで終われるか、お前。あの男打てなかったら、ここまでのホームラン全部無駄になるからね。超一流から打てないバッターなんて評価されないんだよ。あいつ雑魚戦だなって、雑魚からしか稼いでないじゃんって言われるんだよ。ダメだな、くっそ。絶対打ってやる。まあ、次の対決はだいぶ先になるけどね。これから交流戦が始まるわけだから、もう巨人戦しばらくないからね。やばいな、次の対決までずっとこんな気持ちでいるのか俺。クソ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 言い続けるよ。打てたと思ったんだけどな。よっしゃ、え、ライナー、うわー、捉えたのに。すごい勢いでグローブに収まるって何これ。磁石がなんかついてんのか。やば、菅野から対決から一回も打ててないよ、これ。結構ノーヒット続いてるよ。ここまでホームラン打ってきたのが嘘かのようだね。調子いいのか悪いのか。またこれ完封で負けるぞ。チームを勝ちに導かんだよ。そのためにやっとるんだ。ボールじゃねえの？ボールだろう。また完封じゃねえか。もうそら4番が打たなきゃ始まらんわな、何も。チームは確実暗黒に向かっていってるね。石田今季7敗目、えぐいくらい負けてるよこれ。防御率は悪くはない。今日も投球内容はいいよ、ウィーランド同様ね。でも打たなきゃ勝てないのが野球というスポーツなんで、4番としても仕事はできず。まあ、間違いなくこの2戦負けてる原因は筒香にありだね。2位との巨人とのゲーム差も離されてるよ。それどころかお前、4位の中日が迫ってきてる。お前、中日がなんでこんな強いんだよ。強い中日とかオラ知らねえだよ、お前。
すげえ頑張ってんだな。いやいや、相手の頑張りなんて評価してもしゃあないからね。止めましょう。お前2試合連続続けて完封はあかんわ。内容が悪すぎる負けるにしても、あ、山口じゃねえかこの野郎、てめえ巨人に行きやがって裏切り者が。ねえ、オフの時横浜ファンにね、まあ一部の横浜ファンに叩かれまくったんだよ。まあその叩いてた横浜ファンも今は笑ってると思うけどね、あいついなくなってよかったって。ここでは打てなかった。いや絶対一撃打ってやろうと思ってるから。ああ裏切り者ですからね、 FA で強い球団に行きやがって。横浜を優勝させる気はねえのか。まあ逃げた者にはね別に何も思わないですから、一撃を打つ、それだけだね。この自慢のフォークを打っちゃダメだな、振りに行っちゃ決まっとるやんけ。今のは打ってもよかった。ちょっとそれだね、フォークしか投げてこないよ、チキンプレイヤーだ。うーん、最後ストレートかい。全然チキンやないやん、めっちゃ男前やん。いや全然だけどね、男前じゃねえ、イケメンでもなんでもねえよ。ナオトインティライムみたいな見た目しやがって、カッコつけるんじゃねえ、まずは実力を磨け。うわー、どうだ。いや行ってないなこれ。いやーもう最悪だ、あと一歩足りてない。11できてるがどうだ、チームを勝ちに導くんだ。行こう、ターニングポイント、ランナー三塁、もうここはミート打ちっしょ。ああ正面ついた、もう当てみっか、結果正面つくんかい。それも結構いい打球なのに。あらら負けた、クローザーが打たれたかな。筒香巨人戦1安打も打てず、今日あの裏切りの山口も打てなかったよ。パットンが打たれたんだ。あーまたパットンが打たれたの。あーもうダメだね、2軍行きだ。落として誰あげる。まあ代わりの助っ人外国人あげるという手もあるけどね。誰で行こうかな。クライン先発ピッチャーだけど使ってみるか、どうせならね、外国人枠開くし。よしこれで OK でしょう。まあパトンはしばらく顔見たくないわ。ほんでまあクラインはね今季まだ一度も登板したことない選手なので、まあとりあえずビハインドでもで様子見ましょうよ。うん、じゃあ3位攻防戦やっていこうよ。ここでこそ打つからな。お前3試合続けてノーヒット、2試合連続の後のホームランの後のこれですからね。はぁ、あ本も打ててね、一個の出塁もできてね、ダメだよこんなんじゃ。4番がこんな極端、調子極端すぎるだろ。お前勝ちたい試合だっつってんの、なんで初回早いイニングから3失点してんだよお前。勝つ気ねえのかい。打率もえぐい落ち方してるね、2割6分超えてたんだけどな、さっきまでは。手が出ねえ、あれは見逃すもんだと思ってる。思ってるじゃねえよお前、フレアバット。なんで見逃したんだろう。第2球投げた、よっしゃいっす、来たー一撃ー。よし、どこまで飛んだ。あー飛距離はそんなないな。はい、リーグ最速の20号到達も喜びはないよ。ダメダメ、負けてるんだから、こんなガッツポーズする場面でもね。ここで打つ、ここで一打同点だ。ここで打たなきゃ誰が打つ、俺が打つ。投げた、危ない球、これ以外の場面で打っても喜びはねえんだよ。あいやー、ま、ここは当てに行こう。当てに行くんじゃねえのかよお前、チャンスで凡退しまくり、そら勝てんわ。4番がこんなんじゃ、チャンスの筒香弱すぎだろお前。で20本打ってもファンにボロクソ叩かれてるよ。どうでもいいとこでしか打ってねえ。これも行くの、あ、フェンス直撃か。しょしょしょ。一人帰れるか。いや、無茶だった。戻れ、戻れ、戻れ、戻れ。ホームは無理だ。次に、ロペス任せるわ。どうだ、ロペスは打ったが、1点差及ばず。これで順位が入れ替わったね。4位転落だ。まあいい、まだあと2戦ありますから、この2戦勝てばですね、また上に上がれますから、ちょっとここでの3位は、3位転落は痛すぎるよ。なんとか交流戦始まる前までは、には3位キープで、3位で交流戦に入らないと。交流戦でさらなるね、激戦が待ってますから。また初回に3失点してる。なんだ、そんな決まりあんのお前らに。何勝手に決まり作ってんの。意味あるか、その決まりを。意味不明なルール作りやがった。お前2試合続けたお前、早いイニングで3失点許すっていう、何その暗黙の了解。
意味ねえ、こっちにプラスねえだろそれ。あかんね、先発も不安定、野手もガタガタ、筒香も打てない。まばらにホームラン出てるだけでね、常にやっぱ打っておかないとバッターない、行かないとバッターなんでね。今チームは崩壊に向かってるね、確実に。アイス来た、ヒットだ、逆方向一撃、これで一点差。もうホームラン打ちまくってる、月間何本目だこれ。もう分かんないくらい打ってる。まあ10本は超えてることは確かだよ。よっしゃー、まあそのままベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。ピッチャーに当たったのかな、打球失速のパターンだよ。あ、チーム同点追いついてる、それも勝ち越しのチャンス。よし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 、任せろ。セカンドランナーちらってみた、投げた、完全に外れた、ここだね、完全なボール球、カウントはツーボール。ここで打たなきゃダメなんです。投げんな投げんな投げんな、頼む。ここで打てない4番、さっきからマジで何なんだよ本当。チャンスでしか凡退してねえじゃん。あーで、チームが延長入って1点取られて7対6。田島打てとかいう無茶ぶり。田島打てるんだったらさっきの場面で打ててるわ。ダメだ、終わった。負けだ、2連敗確定だね。おい、1点取り返した、ほんでサヨナラかよ。おいおいおい、奇跡を起こしたな、お前。荒波も梶谷いらなくね、あんな怪我するやつ。素晴らしいね、しっかりと打ってくれたよ。梶谷じゃ打てなかったと思う。最高の結果を出してくれたね。あーいやー、まさかの奇跡の逆転勝ちだい。ローペスが10回に1本打って、その後ね、荒波のタイムリーで試合を決めた。あ、違うね。申し訳ない。宮崎が10回に打ったんだね。そう。よかった。もう絶対負けたと思ったけどね。よくあそこから行けたな、マジで。すげえよ。行こうぜ、このまま。絶対負けたと思ったけど。俺たちにはまだ明日があるね。よっしゃ、再び3位に入りましたから。これあと一勝することだね。もちろん次負ければまた順位入れ替えて4位転落ですからね。もう上がったり下がったり忙しい日々続くけど、もうしんどいけども。頑張っていこう。で、チャンスで打ちましょう、しっかりと。今、チャンスで世界一凡退してる男はトゥトゥ号なのでね。うん。チャンスで来てほしくないって思ってるでしょうね。どうでもいい場面だけで打ってるホームランばかりじゃないけども、まあ、でもどうでもいい場面で打ってるのも多いんだ。この打球はどうだ？なんで俺絶対行くやん、もうおかしい、なんかやってない？東京ドームの空調みたいにさ、いやドームじゃないからねこれ。なんで自分で言って自分で突っ込んでんだよ、もういい。行くだろ今の打球は。あれホームランにできなくてよくここまで21本打てたな。取りました。笑えるね本当に。チーム5対3勝ってる。そして得点圏、よっしゃい、得点圏で久々のヒット。ただホームは無理だ。いつぶりのヒットだこれ。でこのまま勝てればいいんだが、勝ったね、5対3無事勝利、よかった。なんとか3位は守り抜いた。もちろんまだあと1カード残ってますからね、交流戦前まで。まあ、とりあえず次も勝つことだ。よし。とりあえず直接対決はなんとか3位キープ。勝ち越しでいけました。1.5 ゲーム差いけますね。よかったよかったよかった。それよりもあれホームランにならなかったのがショックだけど、まあ、まあ、ええわ、もう、ほんとね。いいです、どうでも。行きましょう。さて、今回の実況、最後の試合。阪神3連戦ですね。またチーム乗ってきましたので、いい感じになってんのでね。この流れに乗って筒香も打つことだ。ちょっとほんとね、あまりいい場面で一撃打ててないんでね。チャンス、逆転、勝ち越し、そういう場面で打たないとね。行こうぜ！そして、打つで！キャモン！先頭バッターは筒香。打率もやっぱ上がってないね。ホームランしか打ててないから、ヒットがなかなか出ねえんで。さっき出たけどね、一歩。もうやばいね、もう全部ホームランだ、強振で打つもの、強振で打ったら全部ホームランになる。22号目先制だ、1点いただき、これすごい気持ちいいわ本当に。ノリノリのトゥトゥ号半端ないよ。あらまた、いやこれはいってないね。イエッサ、よっしゃ、最終回の打席、チームは 3-0 で勝ってる。まあ、安明はね、ここまで打たれてないクローザーなので、もう大丈夫でしょう。3点差ありゃね。
まあ、もっと点取った方がいいかな。ただ、4点差になるとセーブシチュエーションじゃなくなるからね、矢崎出なくなるんだよな。そうなるとちょっと危険だね。うん。ぶっちゃけこの3点差のままの方がいい。投げました。縦のスライダー、ボール。けど、筒香的にはもう一本打ちたい。投げました。打ちました。曲がるな、今よく当てたぜ。第6球を反応できてたね。投げた。パッとは折れて、アウト。まあいいでしょ。あとは安明が抑えてくれるだけ。はい、オッケー。ウェーフィーランドが全チーム以下のなんだ、脇腹痛？まあでも、まあ大丈夫だね。次のローテーションまでには、まあ回復できる怪我なので。怪我によく出るな、本当に。怖いわ、もう。いや、ウィーランドまで抜けられたら、ちょっと本当崩壊するよ。ああ。まあ、荒波ね、梶谷に抜けた穴を今、荒波でなんとか埋めて、さよならタイムリーも残してくれたけど、ウィーランドの穴を埋めるピッチャーはいないよ、うちにはね。あ、初回から2点入れてるじゃないですか。そしてははダメ押しの一撃だ。はい、いただき !23 号今の筒香に対してストライクゾーンに攻めたらホームラン打たれるのは覚悟しておけ。だからボールだけ投げときゃいいんだよね。でも3点取られて同点です。また出たよ、これ先発の意味不明な暗黙の了解。なんなのお前その暗黙のルールはね。また3点やってんじゃねえか。毎回ね、早いイニング3点相手に綺麗にプレゼントするのよ。4とかない、4、5、2とかないからね、3なのよ、なぜか。怖いわ、ちょっと。何裏でやってんの、この人たち。やめてね。よっしゃ、ヒット、ヒット、ヒット。抜けるね。ふぅ、2安打。ウェーイ、チームは6対4で無事勝利、延長入ったけどね。で、筒香の打席は3打席のみだったね。今日早めに変えられたよ。意味不明な感じだね。うん。変えられてる。かなり早い段階で変えられたよ。4打席目なかったんだもん。ほら、これ怪我したんじゃねえだろうな。嫌な予感がする。音坂が代わりに入ってるんだよ。代打で。いや、その後、ピッチャーを入れたのか、筒香のところに。なんでだ、点差的にも意味がわからないだろ。これ延長で無事勝利したんだけどね。いや、嫌な予感する。もしかしたら怪我した可能性あるぞ。嫌な予感。頼む、パワフルニュースは来るなよ。来るなよ。絶対来るなよ。来るなよ。おう。来なかった。でも、だとしても意味不明だね。おう。なんで変えた？大量得点空いてるんだったらね、点差空いてるんだったらわからないこともないけど、あれ1点差しか空いてなかったからね。で、変えられる。ちょっと謎だね。ほんで、これ巨人の背中見えてきたよ。今ゲーム差で並んでる。この試合の結果次第では、ね、上に上がれるかもしれん。リーグ2位にね。交流戦をリーグ2位で入れるかもしれんぞ。もしかしたら。勝っていかないとね。よっしゃ、この実況最後の試合になるね。最後も打ち続けよう。で、勝ち続けよう。頼むぞ。全ピッチャー左か。この3連戦全部左だったね。で、2試合連続で打ってんだよね。3試合連続、阪神のサウスポーからホームランコレクションといきましょうよ。思い出になるわ。お、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 行く？あーのー。振り向くのが早いよ。もっと期待させてよ。点検だ。ここだね。ここだねっていつもここだねって言ってるけどね。全然結果残せてないんだけど、いつもこれだね。うん。いつものごとくだ。チャンスじゃ打てん。あらら。また3点やった。なんなのこのチーム。ほんとちょっと腹立つんだけど。マジで何で失点するとき全部3なんだよ。何を表してるんだろう。あの数字は。地球崩壊のなんか表してるのかもしれないね。いや、じゃないとなんかおかしいでしょ。あと3日で地球が崩壊するってことか。俺に伝えてるのか。もう意味がわからん。まあ、打つわ。はい、オッケー !3 試合連続ホームラン。飛距離は147メートル。またまた飛ばすね、この飛ばし屋は。とんでもねえ。ただ、チームは負けたな。もうピッチャーが打たれまくってる。勝ち目ねえわ。はい、またホームラン !2 打席連続飽きたわ、もう。それくらい打ってるからね。はい、25本フルで立っても25本打てるバッターいるかどうかわかんねえのに、もう25本打ってるからね。何試合よ、これ。最短の25本でしょうね。誰よりも打ってるよ、これ。バレンティンのペースよりも当然早いペースで今打ってるからね。3試合連続ホームランで2打席連続ホームランだね。ただチームは負けました。なので巨人との、あ
それでも上に上がれたね、リーグ2位。これゲーム差は同じだけど、多分勝率の差で今2位になってるね。あ、まあ同率なのは変わらないけどね。はい。なので2位で交流戦入ることができたね。イエッサ！じゃあこのいい流れのまんま次回交流戦ね、プレイしていきますのでね。チームを勝たせるバッティングを引き続きパリーグ相手にもしていきましょうよ。ただパリーグにちょっとボコボコにされそうで怖いけどね。いきなり昨年の日本一日ハム戦かい。嫌な感じだけどね。しゃあないね。戦っていきましょう。じゃあ最後ね、ここまで交流戦の順位、そして、筒香の成績、野手ランキングなど確認して、終了していきましょう。現在横浜は、2位になってますね。まあこれ3位巨人となってますが、ゲーム差では並んでますのでね。25勝25敗、1引き分けで勝率は5割、ゲーム差、首位とは9ゲーム。で、残るゲームは92ゲームの残してますね。これ勝率ではなくあれだね、勝利数の差で、今、巨人 に勝ってるから2位で入れてるんだけど、まあゲーム数が違いますからね、プレイしたゲーム数がね。あ、なのでまあ何とも言えないね、ここからが大切だ。んで、筒香の成績を確認していきましょう。現在筒香の打率は2割7分1厘。うん、最後結構固め打ちしたからだいぶ数字上げれたね。で、51ゲームに出場して188打数の51安打、2塁打6本でホームランは25本。ロペスもすごいペースで打ってるけどね、霞むくらいに筒香が打ってるからね。で、打点47打点、得点圏打率2割2分は残念だね。今回も得点圏で数々の凡退をしてしまった、あれはあかんわ。で、得点36、三振16で、フォアボールも15、で、盗塁が謎の1、併殺は8個と、うん、まあこのペースでいけば20個近く打つんじゃないですか、間違いないね。で、出塁率は3割2分4厘、長打率は7割0分2厘で、 OPS は10割、2分6厘という数字になってますね。とんでもない成績を残しますが、さてこれ都合どんなタイトルを取れたのか、今まあ取ってるのかね、ランキングで確認していきましょう。オープン、ダダダン。はい、まず首位打者は広島の鈴木誠也、3割4分6厘だね。で、安打数でも鈴木誠也と大島が並んでトップ。広島がやばいね、お前これ。で、ホームラン数では他を寄せ付けない25本でダントツのトップ。まあ、でもそれでも鈴木誠也これ結構打ってるけどね、やばいよ。うん、まあ、でもだいぶ差はあるね。で、打点、ああ、打点では48打点で負けてるんだ。筒香は2番目ですね。あ、そう、二冠王ではないんだね。で、その他タイトルを見ていくと、盗塁王は大島。で、出塁率は、村田。長打率は、はい、これはもう圧倒的筒香だね。唯一の7割台。で、OPS では、まあ、出塁率の差でちょっと負けてるんだね。聖夜にはね。まあ、それでもリーグナンバーワンと言ってもいいくらいの打力はあります。あとは出塁率、打率ですね。まあ、このペースでホームランを量産しつつ、打率も上げれて、出塁率も上げれていけば、とんでもない数字を残すことになるんじゃないでしょうか。それこそ55本打った、王貞治の成績なんて簡単に超えれるけどね。今のペースでいけば間違いなく、55本は超えれますのでね。このペースで打ちつつ、そして若干チームも、まあ、ここ最近勝て出してきましたけどもね、交流戦で負ける可能性、負け越す可能性十分にありますのでね、次回から始まる交流戦ではもっとしっかりとチャンスで打って勝利に貢献していきましょう。そこが大事なんです。てなわけで次回の実況もお楽しみに。グググググバイ、またもっ